い。はい、どうも、こんにちはですね。お腹も空いたんで、なんか食おうっていうことでね、こんなの買ってきました。また吉野家だよ。吉野家なんだけど、今回はね、あれ買ってきました。豚丼。豚丼でございますね。豚丼の並買ってきたんで、これ食うってことですね。吉野家にはね、豚丼っていうのがあるんだよね。これはですね、何かというと、昔狂牛病かなんかでね、アメリカからのね、牛肉がね、輸入禁止になったことがあって、その時に、吉野家が、当時ね、牛丼以外何も売ってなかったんだよ、ここ。あ、これわかめスープね。うん。それで、どうしようってことになって、豚肉で牛丼の真似をしたんだよね。それで、タレがね、大量にあったんで、牛丼のタレで、豚肉材料に、こういう丼作ってやったっていうことですね。これです。で、当時はですね、吉野家はですね、豚丼しか一時期メニューなかったんです。牛丼がなくなっちゃったんで、もう豚丼だけで吉野家頑張ってたことあったんですけど、この豚丼が意外とうまい。これ要するに緊急事態で作ったやつなんですけど、それで今でもね、メニューに残ってるっていうね、そういうもんでございますね。なかなかね、苦し紛れに作ったメニューにしちゃね、美味しいんだよね。うん。で、値段はね、牛丼とね、30円安い。牛丼に比べて30円安い。それだけですね。じゃあ早速いただいてみましょうね。吉野家の豚丼、久しぶりだな、俺もな。うん。そうなんだよね。うん。意外とうまいんだ、これは。それでね、なんか一時期確かね、牛丼の、輸入が再開になって、豚丼一時期やめたことがあったらしいんだけど、あれ、豚丼が美味しいからまたやってって話になって今に至るみたいな話も聞いたことありますね。一時的になくなったんじゃなかったかな、確かな。うん。苦し紛れの一品なんだけど、これがうまいんだよね。うん。それでね、うん。本当にね、当時もね、タレだけは山のようにあった。牛丼。うん。タレだけは山のようにあったんだけど、牛肉がない。うん。それで、こういうことになったわけです。うん。やっぱこの牛丼のやっぱタレがうまいんだよね、タレが。うん。だから、なんかもう、タレだけで飯食えるんじゃないかみたいなと思って。うん。でね、これはね、普通盛りの、あれなんだけど、吉野家にはですね、つゆだくっていうのがあるでしょ。牛丼のこのつゆ、うん。これをね、つゆの量をどんどん増やせんだけど、一番多いのはね、つゆ限界っていうのが、裏メニューであります。つゆ限界っていうとね、本当に僕は頼んだことないんだけど、ここの本当につゆがこうね、ひたひたになんか入るらしいんだよね。ほんで、玄関まで取ったつゆを、こう別にこうやって移して、それはそれでまた何かに使うというですね。そういう方もいらっしゃるぐらいです。うん。うん。なんでやっぱり、吉野家の、つゆっていうのはやっぱり、うまいということですね。うん。要するにね、みりんと醤油と生姜とみたいな感じだとは思うんですから、なんかやっぱ美味しいよね。それで今日に至るみたいな感じでしたよ。で、これも並盛りですけど、もちろん小盛りもあるし、大盛りも超大盛りもありますよね。もともと、本当のね、吉野がチェーン展開した頃の吉野家のメニューってすごいシンプルだったもんね。牛丼並、牛丼大盛り、牛皿大盛り、ライス、ビール、お酒、おしんこ、生卵、これだけですね。全部覚えてますね。これしかなかったね。
うん、で24時間営業、うん、ラジンの吉野家牛丼一筋80年っつってねやってたんだけど、うん、実際80年のうちほとんどはね、うん、まあその80年って宣伝したうちの60年か70年はあの築地の市場に1店舗しかなかったと言われてますけど、うん、あの、うん、のしやの元祖本店、築地の本店は、まあ、あの、吉野家がね、あの、築地を、あの、築地の市場が廃止になった時にね、なんか豊洲の市場に吉野家あれ移ったとか聞いてますけどね、うん。まあ、うん。味は一緒みたいですけどね。俺、あの、築地の吉野家では食ったことないんですけど、うん。なんかあれは特別でちょっとなんか違うんだみたいな意見もあったんですけどね、うん、うん、なんかなんで築地まで来てわざわざ吉野家食うんだみたいな感じで俺食わなかったけど、いや吉野家、築地こそ吉野家だぞみたいなこと言われて、はぁーなんて思って、なんか特殊なメニューがあった、うん、であれも、うん、すき焼きとか、なんか特殊なメニューがあるんだろうみたいなこと言われてたんだけど、今そのすき焼き御膳とかそういうのが普通にどこでも全展開であったりとかね、知ってますけど、うん、まあ、あの松屋がね、松屋が、あの、まあ、牛丼チェーンの松屋がライバルとして出てきて、で、あの松屋がすき焼き、あの牛丼だけじゃなくていろいろカレーとかいろんなメニューがあってね、焼肉定食とか、うん、で、うん、それに対抗してね、吉野家もどんどんメニューが増えてきたみたいな歴史があるみたいですけど、うん、うん、なんかこの吉野家っていうとこの豚丼がね、なかなか、うん、意外と美味しいんですよね、うん、豚丼並盛りってことですね、はい、うん、うん、よいしょ、というわけでね、まあ別になんてことはないんだけど吉野家の豚丼並盛り食うということで、うん、お送りさせていただきましたもね、うん、なんかいろいろ、まあメニューもね吉野家増えたんで、いろいろねテイクアウトして食ってって動画撮ろうかなとか思ってますけど、うん、うん、本当はねお店に行って、お店でね中でと撮影するのがいいし、吉野家とか牛丼チェーンはね、だいたい撮影とかもできるみたいなんですけど、なんせカメラのセッティングとかなんかいろいろやるのがもう肩痛くてさ、まだ左の肩か骨折から家行ってなくて、ちょっとね、なんかめんどくさいんで全部テイクアウトで家で撮ってますが、うん、まあごめんなさいね、ほんとね、もうちょいお待ちください、だいたい1年、骨折したのが1年で手術して、1月か今年の1月にね、骨折して手術して、まあ1年ぐらいはかかるっていうことなんで、うん、最低でも。まあ、来年年明けぐらいからね、いろいろ、ほんとやっていきたいなと思ってんだけどね。まだ痛いね、新人。まあいいや、そういう愚痴はもう何度も何度もやってるんでいいんで、まあ、とりあえずね、吉野家の豚丼食うということでお送りさせていただきました。どうもごちそうさんでした。失礼します。どうもありがとうございました。すいませんね、ほんとね、つまんない動画ばっか上げてて申し訳ない。